みんなの昔話。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな梨が流れてきました。おばあさんはそれを持って帰ることにしました。家で梨を食べようとしたとき、中から男の子が飛び出してきました。二人は大変喜びました。そして梨から生まれた男の子なので、梨太郎と名付けました。梨太郎は立派に育ちました。そしてこの頃、おじいさんを困らせているという鬼を退治してきますと言いました。鬼は鬼ヶ島に住んでいるそうで、梨太郎はそこに向かうことにしました。すると、おばあさんがきびだんごを作ってくれました。鬼ヶ島に向かっていると、一匹のおばあさんに出会いました。お腰につけたきびだんご、一つ私にくださいな、とおばあさんは言いました。そこで一つあげると仲間になりました。さらに鬼ヶ島に向かっていると、今度は一匹のおばあさんに出会いました。お腰につけたきびだんご、一つ私にくださいな、とおばあさんは言いました。そこで一つあげると仲間になりました。さらに鬼ヶ島に向かっていると、今度は一匹のおばあさんに出会いました。お腰につけたきびだんご、一つ私にくださいな、とおばあさんは言いました。そこで一つあげると仲間になりました。ついに着いたぞ、梨太郎、と仲間たちは無事に鬼ヶ島にたどり着きました。すると、そこには恐ろしい鬼がいました。なんだこいつらは、鬼は叫びながら襲いかかってきました。おばあさんは包丁で攻撃します。おばあさんは包丁で攻撃します。おばあさんは包丁で攻撃します。梨太郎は刀で攻撃します。鬼はたまらず、あいたたたたたと叫び、まいったと降参しました。梨太郎は鬼から入れ歯を見事取り返しました。そして村に帰ることにしました。村ではおじいさんが入れ歯に大喜び、これで安心してご飯が食べられるわい。梨太郎はその後もおじいさんたちと仲良く暮らしましたとさ。おしまい。梨太郎と入れ歯のおじいさん。